今私はね、ブルックリン橋にブルックリン橋を渡るために、並んでます。これでね、真ん中の中洲のところにあるの木はこれ桜の木じゃないかな。行けそうですね。これ並んじゃえばね、今度ね、その先降りることはできないですね。ここから先入っちゃえばね。急にね、降ってきましたよね。まだ空、まあ、雲は出てますけど青空も若干見えてますよね。変な天気ですね。毎日こう雨がね降るんですよね。ちょっとですね、車線になるからね、混むんでしょうね、ここね。どこに穴が開いちゃったのかな。
ここに今フォーシーズンホテル、フォーシーズンここにしかないですね。57のね、パークとマジスの間にあったフォーシーズンが楽の井、今ここにあります。ちょうど突き当たりがね、ゴールドマンサックスのビルになりますね。チャンバーストリート行っちゃうと行きたいんだけどね、チャンバー行くとね、混んでるからね。ワンストリート。ここを通るのが一番でしょう。結構降ってますよね、ワンストリート。フェデラルプラザのビルですね。いつも言うようにこの右が前方ね、グリーンカード取るときはね、ここで面接すること多いですね。 ローカルこちらでね取るとき、ね、コートハウスがありますね。さっきね US コートハウス、コートハウスのところですね。スプリームコートね、ありますけど。